はい、どうも皆さん、こんにちは。ニエラです。今回はね、ソロの太刀なる旗4分台出すことできましたので、その動画見ながら、解説、喋るだけですけど、入れていきたいと思います。ガルク2匹に、ヒブキの編成ですね。で、4分台と5分台でちょっとまるで立ち回りが変わってきますので、前回あげたね、5分台周回の動画とは本当違う内容になっております。5分台は周回ですけど、4分台はもうタイムアタックなので、バフも最大限耐えていきます。鬼人の粉塵、鬼人薬グレード、怪力の種ですね。で、最初の駆け押しは取らずに、この最初の方向ミキーを少しでも、成功率上げるために取らずにいきます。で、しっかりと頭を狙って、頭ダウンを取っていく。でね、僕ね、鳴旗300体以上勝ってますけど、5分台100回出ても4分台この1回しか出せてないです。それぐらい壁があって、6分台と5分台にも壁あるんだけど、4分台にはさらに壁があります。ただね、プロハンじゃない並ハンの僕でもここまでいけるよということで、立ち回りを極めていこうという動画になっております。で、しっかりと頭ダウン取って金玉切ったら、ここは順調にいけばもう、ハリウォーが解放されると。で、このタイミングで1回目の研ぎですね。和風のかけ直しはここはしなくていいと思います。ガルク乗って詰めていくっていうこともできますね。これね、もうちょっと早かったら刃と鬼人できるんですけど、できないんで、ここは見切りで、赤ゲージなので、兜割りを打っていくと。で、確定段っていうのが、腕と頭の雷属性まとい解除のことですね。両方が解除されている状態はほぼないというか、両方ともにダメージ当てたら絶対にすぐにダウンが取れるので、それを徹底的に狙っていくっていうのが、立ち回り、必須の立ち回りなのかなと思います。これで V 破壊じゃないのにひるんだら、雷属性まとい解除されてますね。で、頭はもう解除されてるので、今度腕狙っていきます。で、これで解除で、しっかり金玉を切っていくと。ガルクですね、この2頭麻痺武器持たせてて、運が良ければ3分台で麻痺を取ってくれます。今回は取ってくれなかったんですけど、取ってくれたらもっと楽になるかなと。で、このドーナツ攻撃、5分台周回の時はね、楽なので速射砲使ってましたが、ここはもう刃と鬼人で行く必要があると思います。で、この時頭行きたいんだけど、ちょっと遠かったんで腕で、これでひるんだので、腕の雷属性が解除されたと。神経使うんでね、5分台周回の時は別に速射砲でいいと思います。5分台なら十分ね、速射砲の方でもいけるので。で、ここでなぜか激流槽が反応しないと。で、このタイミングでバフのかけ直しですね。ここは3分かかってないことが前提かな。それでバフを上書きできるって感じですね。で、あらかじめ大砲の位置で研ぎをして、大砲を撃っていくと。ガルク2体がなんとね、この暇な時間にちゃんと回復しているという。こいつら、知能高い。で、ここもしっかり金玉を切っていくと。しかし、滑り落ちてしまうと。このね、勢い余る仕様なんとかしてほしいよね。で、ブレスが来て、ここは頭狙っていきます。頭と腕だとね、やっぱ頭から狙った方がいいです。頭の方が切れる機会少ないので。で、こうやってね、腕は切れるけど頭は切れないみたいな。で、刃と鬼人もしっかり狙っていく。で、ここも頭いけると踏んだので、頭いって、これで雷属性まとい解除。で、さっきね、腕にも当ててたんで、もうちょっとで雷属性まとい解除できて、腕もでダウンが取れるっていうのが分かってる状態ですね。で、ここももう金玉切ってたけどよ、一回も爆発してなかったんで、暴発数千だと分かっていたので、無理やり鬼人斬りとかはいかなかったですね。確実に当てれる機会でいきました。で、ここで腕でダウンを取ることができると。本当にこれがね、何回も言うけど、これが本当に大事になっております。どれだけの速さでこのダウンを取れるか、この金玉を切る機会をどれだけ得られるかっていう。ガルクがね、麻痺取ってくれたらもうちょっと楽だったんだけど。で、ここでもう激浪なのが分かりましたね。で、頭しっかり刃と鬼人に入れていくと。しかし、なんとこれミスってしまう。これね、最初の方向と途中の方向じゃね、まるで速さが違うんですよ。なんで気をつけないといけないんですけど、まだ慣れてない。で、ここ弱ってるのが分かってるので、無理やり兜割り行くと。本来なら行かないタイミングなんですけど、多分死ぬだろうということで行って、4分44秒
まあ、どうですかね。そんな無理な動きはしてないというか、本当に立ち回り清めた結果こうなったかなっていう感じですね。もうウォークレベルが3分台目指すとなると、もうちょっと火事場使うしかないのかなって感じですね。はい、装備紹介の方をねやっていきたいと思います。まあ、装備というかその他もろもろって感じ。まあでも装備はねあんまり変えてなくて、まあ、5石とかも一緒ですね。攻撃3の音術の5石、まあ、ツロに空いててそこに雷耐性と砥石を5石入れてると。でまあ陣容、エスクワブラ、ビリオ、スパイオ、金色、まあ、僕が大好きな超会心3編成ですね。全身のスキルこんな感じです。攻撃が4、超会心3、弱徳3、能刀術3、前回と変わってるのがね、気絶耐性3かな。あの見切れで無理やり攻撃を受けるっていうことがあるので、スーパーアーマーを利用して、でその時に気絶しちゃうことがあったので、まあ雷耐性下げて気絶耐性をマックスにしました。それぐらいかな、ほんと。ここら辺に、そうだね、気絶耐性をつけてるっていうだけですね。まあ、武器は相変わらず野党月影でございます。で、お供がガルク2匹ですね。もうこいつらは、まあいいかなっていう気もするんだけど。メデュエット S に、なるかみ、この防具は何でもいいっす。武器が、まあ麻痺武器ですね。まあ本当に運良かったら3分台で麻痺取ってくれるので、まあ、かなりあの乗って走ることもできるし、全然アイルより攻撃も強いので、まあガルク一択かなと。これはまあ前回から僕が学んだ部分ですね。ガルクの方がいいと思います。で猫飯も変えてなくて、短期催眠術、防御術、大雷耐性大に、まあいつも金星お団子金使ってやってます。まあこれここで雷耐性大つけるから、まあ耐雷種いらないかなって判断したっていう感じですね。まあ火事場つけるんだったら、まあ、防御術台外すかなって感じかな。はい。で、すごい初歩的な話2つちょっと、まあ初歩的でもう本当申し訳ないんですけど、ちょっとしたいかなと思います。もしかしたらね分かってない人もいるかなと思うので、でこのカメラ距離ってやつですね。これねデフォルトだと0になってるんですけど、こんだけまあキャラクターとカメラとの距離が違うと。いや、ナルハタみたいなでかいキャラ相手だと、まあ画面いっぱい映っちゃって敵が何してるかわからないということがまあまああるんですね。まあ銀霊ガムントとかめちゃめちゃそうだったんですけど、これ絶対100の方がいいと思います。近接武器は特に、まあソロ立ちの紹介なんであれですけど、タッチは絶対ここ100にした方がいいですね。でもう一つがあのバフについてですね。僕マイセットこんだけしか持ち歩いてないんですけど、ここか、飛躍と、まあ、怪力になったね、鬼人の粉塵、どこだ、鬼人薬グレーとか、これが重複しないと多分最大のバフかな。岩薬と種は重複して、鬼人薬と鬼人薬グレーと多分重複、あ違う、岩薬と怪力になったね重複しないで、鬼人薬と鬼人薬グレーとも重複しないので、これが多分最大のバフになるかなと思います。鬼人薬グレーと1回飲んだらクエスト中はまあ続くと、死んだら解除されるのかな、ちょっと忘れたけど。で、怪力の種と鬼人の粉塵は確かそれぞれ3分かな。前までと変わってなかったら3分なんだけど、だから、激流その時に3分経ってないことが前提。まあ、ちょうど3分経たないぐらいかな。で、まあ、使うっていうのが理想かなという感じになっております。で、先行玉今回使わなかったけど、アルセウスアタックと僕が呼んでいる、上からビーム振ってきて何もできない尺化石攻撃の時に、まあ、先行玉を使って引きずり下ろすっていう感じですね。で本当にこれぐらいかな、装備紹介は。もう本当、立ち回りは動画の方を見ていただければと思います。で、最後にね、ここまで来るのにかかったなるはた討伐数、なんと322台と。僕ね、半分以上リタイアするんでね、まあ、どんだけの時間やってんだって感じですが、まあ、今回これで終わりたいと思います。お疲れ様でした。